平成29年12月16日、ここ阿蘇医療センターで第2回熊本復興応援ナースの交流会が行われました。熊本復興応援ナースとは、熊本地震後、離職者が増えたことで看護師不足が深刻となっている阿蘇地域で、最短1ヶ月から1年程度の期間、看護師などの資格を持つ人材に各医療機関で非常勤として働いてもらうという、熊本県と熊本県看護協会が今年5月から始めた事業です。人材を広く全国各地から募集し、阿蘇での住居提供や、また滞在中に観光なども楽しんでもらおうと、観光施設や温泉の無料券なども用意されています。この日行われた交流会には、復興応援ナースが勤務している阿蘇地域の6つの医療機関から、現在勤務中の復興応援ナースと看護管理者である看護師長などが参加しました。交流会ではまず、阿蘇医療センターの甲斐豊院長からの講演があり、阿蘇地域の医療の現状や、災害拠点病院として熊本地震直後、阿蘇医療センターがうまく機能した点や反省点などが報告されました。続いて情報交換が行われ、復興応援ナースとして実際に働いてみた感想や、受け入れた医療機関からは順応力の高さを評価したり、現場でいい刺激になっているなどという意見が出ていました。復興応援ナースって何するのって、友達とかやっぱり同僚とか聞かれて、説明するときに、いや、なんか別に特に普通に働くだけで、ただ阿蘇で仕事をするっていうこと自体がどうも応援になるみたいだから、私はそれで行かせていただくっていう、本当にご縁があってこちらに呼んでいただいたと思っています。仕事の面ではお力になれることが少ないと思い、その他で観光の方に私はちょっと力を入れようと思いまして、友達には阿蘇においでと誘って一緒に遊びに行き、Facebook では阿蘇は素晴らしいと発信をし、友達にこういったいいし、復興支援ナースっていうのがあるから興味があったらやってみたらっていうふうにちょっと口コミで広めてみたりとやっています。あと半月ですけれども、よろしくお願いします。この熊本復興応援ナースは来年度までの2カ年計画で現在も募集しています。これまでに10人が阿蘇地域で働いていて、この制度をきっかけにある医療機関では就職につながったという例もあるということです。熊本復興応援ナースとして働くにはまず登録が必要で、熊本県ナースセンターのホームページから、または直接電話でもコーディネーターが対応しています。